どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、こちらのプライオリティパスありますよね、こちらのレストラン特典について解説やっていきたいなというふうに思います。ということで皆さんね、こちらのプライオリティパスね、知っておりますよね。何を今更っていう感じだと思うんですけども、飛行機ねよく乗られる方はですね、プライオリティパスねかなり利用されている方もね多いかななんていうふうに思うわけなんですけども、今回ねなぜこういった動画をね作ろうかと思ったかというとですね、このプライオリティパスっていうのは世界1300以上のね空港のラウンジがね利用することができて、またね航空会社のね縛りも受けないっていう風になりますんで、このねプライオリティパスと搭乗券さえあればですね、指定のラウンジがね利用することができるっていう風になっておりまして、まあこのプライオリティパスにもですね会員制度がね分かれておりまして、都度料金ねかかるプランから回数制限無制限でね利用することができる会員っていった形で、発行してるねクレジットカードによってこの都度料金だったり回数制限無制限だったりね、まあ決まっているわけなんですけども、私はですね先日ねこちらのクレジットカードをですね発行したんですよね。 FUFG カードプラチナアメリカンエキスプレスカードということで、こちらをですね発行したんですよね。でこの発行したことをですね、私の動画のねコミュニティ欄っていうところに、まあ、Twitter の投稿のような場所があるんですけども、まあ、確認されたことない方はですね、私結構ねそこで細かい情報を発信してますんで、ぜひチェックしていただければなと思うんですけども、まあ、そこでね発行しました。ポイントサイト経由で発行して、まあ、審査通りましたみたいな感じでね投稿したんですよね。で結構ねいろんな方からね質問を受けたんですけども、まあ、なぜね発行したのかっていうのと、まあ、私はアメックス以外のねプライオリティパスが欲しくて、まあ、発行したんですよみたいなね感じで、まあ、投稿したわけなんですけども、私はこのアメックスプラチナカードのプライオリティパスをねこういった形で持っておりますよね。でこのアメックスのねプライオリティパス、アメックスが発行しているプライオリティパスっていうのはですね、レストラン特典っていうのは利用することができないんですよね。これね結構知らない方ねいらっしゃるようで、まあ、今回ねこういった動画を作らせていただいたわけなんですけども、アメリカンエクスプレスがね発行しているプライオリティパスっていうのはレストラン特典がね使えないんですよね。こちら変更になったのはですね、まあ解約ですね、こちら2019年の8月の1日からですね、このアメックスが発行しているプライオリティパスっていうのはですね、レストラン特典がね利用することができなくなったんですよね。まあ私ね当時2019年8月でもう YouTube で、ね、やってたわけなんですけども、当時ね私アメックスのプロパーのカードって持ってなかったんですよね。ですんで多分ね動画にしてなかったと思うんですけども、まあ2019年の8月1日からですね、アメリカンエクスプレスが発行しているプライオリティパスはですね利用することがねできなくなったっていう風になりますんで、今はね残念ながら閉店がね決まってしまったプライオリティパスのね聖地と言われていた関西国際空港のボテジュありますよね。もちろんあそこも利用することができませんし、最近利用開始になった中部国際空港のねピザレストラン、こちらもね3400円分このプライオリティパス持ってればね利用することができるわけなんですけども、アメックスが発行しているですねプライオリティパスに関してはこのねレストラン特典除外されておりますんで、この中部国際空港のピザレストランもですね利用することができないっていった形になるんですよね。ですので今後ですね海外行かれる方ですね、アメリカンエクスプレスが発行しているプライオリティパスね保有されている方はですね、このレストラン特典っていうのは、まあ、日本国内のねレストラン特典ももちろん利用することができませんし、海外のね空港のレストラン特典になっている指定場所の場合はですね、こちらアメックスが発行しているプライオリティパスでですね利用することができないっていった形になってるんですよね。でですね、今回ね私が発行したクレジットカードはねこちらなんですよね。 MUFG カードプラチナアメリカンエクスプレスカードということで、こちらね国際ブランドをね見ていただきたいんですけども、こちら国際ブランドねアメリカンエクスプレスカードですよね。で私はねアメックス以外のプライオリティパスがね発行したくて、この MUFG カードプラチナアメリカンエクスプレスカードを発行してプライオリティパスねゲットしようとしているわけなんですけども、これもアメックスのクレジットカードなのになんでこれにしたんですかっていうね質問を受けたんですよね。非常にねややこしい話なんですけども、クレジットカードっていうのはですね国際ブランドと発行元っていうのはですね基本的に分かれてるんですよね。まあこの基本的にっていうのは一緒の場合ももちろんあるんですけども、分かれてる場合がね
結構多いんですよね。ですのでこちらのね MUFG アメリカンエクスプレスカードっていうのは国際ブランドはアメリカンエクスプレスなんですよね。まあこれは間違いないんですけども、このクレジットカードを発行しているのはですね、三菱 UFJ ニコスカードが発行しているクレジットカードっていう風になるんですよね。ですので国際ブランドはねアメリカンエクスプレスなんですけども、発行しているのは三菱 UFJ ニコスが発行しているクレジットカードっていう風になりますんで、発行していただくねプライオリティパスっていうのは三菱 UFJ ニコスがね発行しているプライオリティパスっていう風になりますので、こちらのカードに関してはですね、レストラン特典はね利用することができるっていった形になるんですよね。まあそれ以外にもですね、私が以前持っていた、まあ今ねちょっともう券面変わってるんですけども、こちらねセゾアメックスプラチナビジネスカードなんですけども、こちらもねアメリカンエクスプレスの国際ブランドですよね。でこちらもプライオリティパスがね回数無制限で利用することができるクレジットカードなわけなんですけども、こちらはですねアメックスの国際ブランドですけども、発行しているのはですねセゾンカードっていう風になるんですよね。ですのでこのクレジットカードで発行しているプライオリティパスに関してもレストラン特典はね利用することができるっていった形になってるんですよね。まあこういった形になっておりますので、国際ブランドがですねアメックスだからといってレストラン特典がね利用できないかっていうと、まあそういうわけではなくてですね、このレストラン特典が使えないアメックスはですね、このアメックスプラチナカード、まあこちらねプロパーと言われているクレジットカードですけども、このねアメックスプラチナカードとプラチナビジネスカード、こちらが発行しているプライオリティパスに関してはレストラン特典ね利用することができません。またね個人のゴールドカードに関しても年間2回だと思うんですけども、プライオリティパスね無料で利用することができるっていう風になるわけなんですけども、こちらに関してもですねアメックスのゴールドクレジットカードはレストラン特典ね利用することができないっていった形になりますんで、このねアメリカンエクスプレスが発行しているクレジットカードに関してはこのねレストラン特典は使えないっていう風になりますんで、まあこちらね結構知らない方もねいらっしゃるかなという風に思いますので、この点はね本当に覚えておいていただきたいなという風に思います。アメックスが発行していてプライオリティパスが発行できるカードっていうのはアメックスのゴールドカードとプラチナビジネスだけにはねなるかななんていう風に思うわけなんですけども、まあこのカードをね持っていてプライオリティパスね発行したとしたもですね、今後ね海外行って現地に行ってねあのレストランが指定されてたらですねこちら利用することができないっていう風になりますんで、この点はね本当に覚えておいていただければなと思います。ということで今回ですねプライオリティパスのレストラン特典についてね解説させていただいたわけなんですけども、まあプライオリティパスに関してはですね2021年からね羽田成田のね ANA ラウンジもですねこちら利用することができるっていう風になっておりまして、当初ねかなり話題になりまして、まあすぐ終わるんじゃないかなっていう風にね言われてたわけなんですけども、今現在もですねこちら ANA ラウンジね成田羽田に関してはですね国際線限定にはなりますけども、プライオリティパスでね利用することができるっていう風になりますんで、まあ今現在はですね LCC に乗ったとしてもプライオリティパスさえ持っていればですね ANA ラウンジ入れるっていう風になりますんで、まあこれはね、かなりすごいですよね。また先日からですねこちら日本ではないんですけども B リラックスっていうねスパがこのプライオリティパスね利用可能っていう風になっておりまして、ちょっとね日本にはないんですけども、ダラスフォートワース空港とデトロイト、ロサンゼルス、 JFK、 ラガーディア、サンディエゴ、トロント、このね空港に関してはですねこの B リラックスっていうね、スパ、まあ、マッサージとかヘッドスパとかねアロマセラピーとかはね、まあ、無料で利用することができるっていう風になりますんで、まあ、こちらね飛行機乗られる方はですね結構ね移動疲れると思いますので、ぜひねこちらも覚えておいていただければなという風に思います。でこちらねマッサージ機みたいな機械であればですね特にね必要ないらしいんですけども、人からねサービスを受けた場合はですね一応ねチップを払うのが一般的らしいんですよね。ですのでまあこの点はですねチップ払う必要があることはですね覚えておいていただきたいなというふうに思いますので、まあ1ドルとか2ドルとかね、まあこの辺はお金かかってくるかなというふうに思いますけども、一応ねこの B ラックススパっていうのもですね利用することができるっていうふうになりますんで、ぜひね覚えておいていただければなと思います。またねこの B ラックススパのね特典に関してもですねこちらねレストラン特典の一部になっているっていうふうになりますんで、残念ながらねアメリカンエクスプレスが発行している
ているプライオリティパスだとですね、この B リラックスのスパもですね利用することができないっていった形になります。ということで今回の動画はねこんな感じで終わりたいなというふうに思います。この動画が役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ Twitter もやってますのでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。